うん、SNS や YouTube を見るだけで人は本当に学習して上達することは可能なんだろうかっていうところですね、はい。まあ、もうちょっと言うと才能のない人でも、うん、そういうものを見て参考にするだけで本当に上達できるんだろうかと、はい、5年を3年に短縮するとか、はい、3年を1年に短縮するための、うん、1時間動画ですって言ったら、はい、その1時間見る価値あると思いませんか、はい、っていう話なんですよ、はい、きっとね、はい、15秒30秒で見れる動画ですって言ったらそれは見れるんですけど、それ見たからといって果たして5年は3年になるのか3年1年になるのかっていうところで、はい、それで僕はタイムパフォーマンスっていうものをちょっと考えてもらいたいなと思うんですよね。そうですね、はい、こんにちは、スタジオ K の茂木です。今回はですね、また前回、僕の YouTube 出ていただいたのは1年半前ぐらいですか ね、 そうかね、結構前になっちゃうんですけど、うん、僕の中国武術の師匠である遠山先生にまた今回お越しいただいて、ちょっとディープな内容をまたいろいろ語っていただこうかなと思います。で、前回のこの遠山先生と対談させていただいた時の動画が結構好評でですね、うん、対談系でしかも1時間近くある動画なんですけど、めちゃくちゃいろんな方が見てて、で、基礎と基本についての話だったり、武術とスポーツの違いについての話だったり、結構何回も見て、覚えて僕のスタジオに来てくださる方とかもいて、やっぱりそういう人はすごく僕と話が合うし上達も早いんですよね。なのでやっぱりすごく遠山先生には武術だけじゃなくて、このここにもありますが、この上達の仕組み、これも教えていただいてて、で、まあ手前味噌なんですが、上達の仕組みを習ってる中で、まあ、一番結果出してるのは僕じゃないかなと、ね、思ってるんですよ、ここは。一応 YouTube 始めて2年間ぐらい、2年足らずで今2万3300人ぐらい登録者数がいて、そうなんですよ。かなり短期間で多くの方に見ていただいてるっていうのは、やっぱり多くの方がそれだけ、まあ、僕が話してる内容に、まあ共感していただいたりとか、結構コメントでも茂木さんのその動画見てバタフライ泳げるようになりましたとか、タイム上がりましたみたいな、うん、結構いただいてて、だって最初に YouTube 協力して出てくださいって言った時に、はい、何百人っていう、あの時ちょうど777人をちょっと前に超えたタイミングだったので、うん、ね、780人ぐらいの時、1000人いってないんで助けてくださいみたいな、そうですね、はい、とても今2万3000抱えているとは思えない、ね、うん、自分でもすごいびっくりしてるんですけどいやー、僕すごく話が長いんですけど、うん、いや、僕、師匠はさらに話が長いんでそうですね、皆さんはその前回のね、1時間余りの動画を長いと思われたかもしれないけど、はい、これでも我々的には短めの、すごい短いなと思って、短めの話なので、やっぱりそこをちゃんと見れるっていう時点で、もう多分ふるい分けにかかった人たちが今この動画もそうだと思うんですけど、うん、まあ、見ていただいてるんだろうなと思います。まあ、そういうふるい分けに残った軽な方々向けに、また今回ちょっとディープな内容を、うん、遠山先生と一緒に話していきたいなと思うんですけど、まあ、はい、あれだよね、その僕も YouTube とか見ないわけじゃないんだけど、はいはい、なんていうのかな、やっぱり、まあ、その前に、うん、まあ、今 X というか Twitter ね、あ、はいはい、僕も話長いだけじゃなくて文章もすごく長いんですよでよくね、Twitter で文字数制限に引っかかって、はいはい、長い文章は切って次々ね、はい、スレッドを長くしていかないといけなくて、はいはい、で最初の一つは、はい、もう上げた瞬間に500回ぐらい読まれたりするんだけど、続いてる文章が30、10、5、0みたいな感じで、はい、下までみんな読んでいかないんです。結局ツイッター民って長い文章絶対読まないんだとかね、うん、ところがですね、はい、肝心なことって最後の方に僕書いたりするんですよ。結論を先に言わないというよりも、はい、実はその導入あってこその、はい、その結論で、はい、結論だけ先に言っても、うん、それ受け取れないだろうと。まあもちろんね、はい、いやいや、むしろツイッターなんかはそういうのをね、うん、分かりやすく短く簡潔に
いうのが、はい、それこそ文章がうまくて、はい、要点をちゃんと伝えてるみたいな、はい、だからきっと動画とかもね、はい、僕なんか動画撮っちゃうとやっぱりね、はい、30分ものとか1時間ものになっちゃうんだけど、はい、5分10分にまとめて、はい、いやそうなんですよ、ね、YouTube にアップしろよとか、はい、いやいやもう TikTok とか Instagram で、はい、もうわずかな、ね、リールとかで何十秒とかっていう世界で表現しろよみたいなことをね、はい、よくね、友達の武術の先生も言われます。で僕も言われます。そういうので、再生回数めっちゃ稼いでる、はい、先生方もいるんですけど、まあ、正直、それで人が育つかというと、育ってるんですよ。育ってるんですけど、はい、もともとなんかこう、そういうその短いものでも、つかめちゃうような、はい、そう用があるみたいな、そう才能、ある程度才能や素質がある人が、はい、まどろっこしいことはいいから、はい、手っ取り早くその要点だけ教えてみたいな感じなんですよね。だけど僕自身もそうだし、まあモテキもそういうタイプですけど、もともとそんなに才能に恵まれてるわけでもない人は、その要点だけこうパッと提示されて、それでできるかって言ったら、いやできない、ね、できないですね。それから、はい、お手本だけ見せれば、もうそれでできるかっていうと、はいはい、それもできないと。できないですね。うん、だよくね、はい、武術の動画なんかでも、まあ、スポーツでもそうと思うんですけど、はい、現役のすごい選手とか、はい、まあ、すごい先生が、はい、お手本を、まあ、短時間ね、パッと見せて、すごいだろうみたいなのをアップすれば、はい、もうあとはもうそれ見て自分に工夫してください的な、はい、そういうのって多いと思うんですけど、はい、それでね、つかめる人は全然 OK だし、なんていうのかな、もちろん僕もそういうの見ます。はい、あ、すごいなとか参考になるなっていうのはあるけど、昨日今日始めた初心者が、それできんのとか、それ参考になるのって言ったら、そこはちょっと違うんじゃないかなって思う、ね。それはすごくやっぱり。それは水泳ではどうなの？水泳も全くそうで、うん、で、やっぱりその今、その伸びやすい動画っていうのは、うん、その要点だけで、うん、例えば5分以上あると、やっぱりほとんどの人が、見ないというか結論だけ先に見ようとしたりとかっていうのがあって、その無駄を省くタイパとかコスパみたいなタイムパフォーマンスみたいなものをやっぱり結構気にする人が多くて、なるほどね、ただまあ今回まあもうタイトルというか、そのどんな話を富山先生としようかっていうところを先に言っちゃうと、その YouTube もしくは YouTube 以外でも SNS とか動画みたいなもので、うん、武術もしくはスポーツとかそういうものっていうのは上達できるのかっていうことについて、今日は富山先生とお話ししたいなと思って、うん、はい、やってるんですけど、まさにその核心部分、まあ、僕もある種もちろんこのテーマを設定したからにはそのテーマの答えになるんじゃないかなってものをある程度持って、うん、富山先生に、まあ今日こういう動画撮りたいんですけどっていきなり言って、いきなり今撮ってるので下準備何もないんですけどそうだね、でも何もないですか、何もないんですよ、向こうにスタッフも一人もいないっていう状態そうなんですよ、さっき押したんで録画ボタン、これはモテキ君スマホで撮ってますそうですiPhone で撮ってるんで、でも富山先生がさっき話してた内容と僕の中である種その答えとして一つ用意してたものがやっぱりかなりリンクしてて、まあ、それは弟子だからそうなるだろうっていうところだと思うんですけど、でもまあ富山先生の弟子っていう以外でも僕も水泳を富山先生の弟子になる前から教えてて、そういうのの中でだとか、まあ今その哲学とか心理学とか一応慶応大学の方で通信学部で勉強してるんですけど、そういうのの中を読み込んでもある種やっぱりその自分なりの答えとして出てきたものと今先生が話されてることがやっぱりすごく近いというか、まあやっぱ自分の中でも一種のその答えが合ってるんじゃないかなって今思ってて、まあその話はもうちょっと掘り下げて、まあ先々の方でまたしていこうかなと思ってるんですけど、だからやっぱりその辺はすごく同じようなことというか、本質的なところまで掘り下げていくときっと同じになるんじゃないかなって思ってます。そうね。はい、僕はまあ今57歳なんですけども、指導資格、最初に指導資格、はい、公的に名前のつくものを取ったのは22歳の時に、はい、まあ
当時のね、全日本トランポリン協会の、まあ、指導員の資格をね、取りましたけれども、まあもちろんその武術のね、指導資格も、はい、翌年にこう取ったりとかしてきましたから、約、今35年間。そうですね。資格取ってから35、はい、まあ厳密に言うとその先生の手伝いしながらね、教えてたら、さらに2年遡るんですけど、まあ、その35年間ね、はい、教えてきた中で、まあ、相当な、まあ、生徒さんの数を、はい、見てきた、それから相当ないろんなジャンルのね、そうですね、先生本当に武術とかだけじゃなくてめちゃくちゃ、はい、まあもちろん、僕のね、本職というか、まあそれは武術家なので、まあ、武術の生徒さん、それからまあ武術に連なるその健康法の生徒さんというのが一番多いんですけど、種目でいうとね、いろいろ、まあ、自分が趣味でやってたことやそれの、まあ、お付き合いで広がってたことでいうと、まあ、トランポリン、器械体操、それから、スキー、はい、それから最近ここ数年間は、ボーリングを、まあ、初心者からプロ選手まで、はい、教えさせていただいたり、まあ、もちろんそのモテキ君や、はい、麻生さんの関係で、水泳関係者、トライアスロン、まあ、それ以外にもね、最近もちょっと30年ぶりに、復活してビリヤードなんかを教えてたり、まあ本当にね、ジャンルを問わない教え方をしてるんですよ。で、そういう教え、なんでそんな幅広い、多趣味なんですかって聞かれるんですけれども、別に僕、ボーリングのプロの選手を教えてても、僕自身は、実はボーリング教え始めるまで生涯で3回しかボーリングやったすごいですよね、それもまたまあすごい話なんで、その生涯に3回しかボーリング触ったことがない人に、はい、ボーリングのプロや、ボーリング上手くなりたいって人たちが習おうとするのかっていうところですよねそれがさっきね、モテキ君の言った、SNS や YouTube を見るだけで人は本当に学習して上達することは可能なんだろうかっていうところですね、はい、まあ、もうちょっと言うと才能のない人でもそういうものを見て参考にするだけで本当に上達できるんだろうかと、はいはい、そこの部分ですよね。それはイコール、はい、ボーリングをやったことのない先生に教わってもボーリングが上手くなるんだろうかっていうのと実はちょっと被る部分があるんです。いや、すごい被ると思います、はい、うん、僕もそれこそその元、プロゴルファーで現在はゴルフのレッスンプロをやってる方が、うん、僕の、パーソナルを受けてる方の知り合いでいて、その人をちょっと体験に来てもらって、うん、でそこから結構気に入ってもらって、うん、ちょいちょい来ていただいたりとかしてるんですけど、うん、やっぱりその辺って僕ゴルフやったことないんですよ僕の親父は好きなんですけど、はい、僕自身はやったことないので、うん、全く、わからないんですけど、うん、ただやっぱりその、まあ、上達の仕組みもそうですし、あと太極拳における体の使い方とかっていうのが、うん、すごくそのゴルフの元プロだったような人でも、うん、あ、これはこのゴルフのこの動作の時のあれにすごくいいみたいな感じでピタッとハマってくれたりして、うん、やっぱりその本質まで掘り下げてるものっていうのは、うん、その競技だけの、例えば水泳だけとか武術だけとかじゃなくて、うん、いろんなものに応用可能になる基礎の下地の部分っていうのが作れるんだなって思ってるんですよね、うんうん、そうね、まあ、うん、だからまあまあ、最先端のね、コーチングをしてる人や、はい、学者はもうとっくに気づいてるんですけど、まあ、実はね、その人間、ここね、何十万年と大して DNA が変わってないので、はい、基本的なその脳と体の仕組みの構成って変わってないんですよ。でということは、実はその新しいことをね、学習してそれが上手くなっていくっていう基本的な、はい、その仕組み、はい、そのマジョリティの部分ね、はい、一部の天才じゃないですか大多数の人類ってのは、はい、実は頑張って勉強してもこんなもんとか、はい、頑張って身につけても運動能力こんなもんとか、はい、このぐらいのスピードでしか上達しないとか、そういうことって、はい、実はもう大体昔から変わってないんですよ、はい、もちろんね、そこの各種目のその技術の多様性とかね、いろんな道具の進化とか、はい、方向性の違いなんかっていうのは、もう日々ね、新しいものが、できていくわけですけども、そこの部分が実は変わってないというところに、
着目するかどうかっていうところがすごく大事で、うん、はい、まあそろそろね、あのもうなんだこの動画長えなって思ってる方のためにですねちょっとあのタイムパフォーマンスの話をしたいんだけれども、はい、いいですね、なのでこれここだけ短く編集して、はい、トップにねチラッとこう挟んで編集して、はい、あのあこんな話するのかなっていうのを混ぜてもいいんですけど、あ、確かに、はい、あのね、はい、確かに何十秒で見れて、はい、わすげえとか、はい、あポイントだけ学習できたっていう短い TikTok とかね、はい、短い動画って優れてると思うんですよ、はい、だけどあの考えてみてほしいんですけど、あの一般的に習得に5年かかるとか、はい、あ10年かかるとかって言われてるようなもの、はいはい、これを例えば3年でとか1年で身につけたいと思ったら、はい、それをね、たった1時間の動画見るだけで実現できると思ったら、ものすごくタイムパフォーマンスいいと思いませんか？確かに、ね。そうですね。5年を3年に短縮するとか、はいはい、3年を1年に短縮するための、1時間。1時間動画ですって言ったら、その1時間見る価値あると思いませんか？っていう話なんですよ。はい、うん、確かに。で、きっとね、はい、15秒、30秒で見れる動画ですって言ったら、それは見れるんですけど、それ見たからといって、果たして5年は3年になるのか、3年は1年になるのかっていうところで、はい、それで僕はタイムパフォーマンスっていうものをちょっと考えてもらいたいなと思うんですよね。そうですね。だからそれこそスタートが違ったら、5年とか10年かかったら、もっとどんどん違う方向に行っちゃうので、スタートの部分のすり合わせみたいなのにこそ時間をかけるべきで、そこから例えば3年とか5年とかって言ったら、もうその当初に決めた道筋が正しければ絶対にその到達したいゴールに行くみたいな、そこのスタート設定みたいなのはあやふやのまま、なんかこの今アスリートはやってるこういうトレーニングとか、うん、そういうのに飛びついてバーっていくと、何年か経った後にもうこうコースの軌道変更みたいなのできないレベルまで行っちゃってから、うん、やっぱりこっちの路線に乗り換えようっていうのは結構難しいですもんね。そうだから、先ほど紹介したね、僕がいろんなジャンルを教えてきたって言いますけど、そのほとんどで僕自身は携わったことないですけど、僕が教えた後に、はい、全日本選手権優勝したよとか、はい、自分の障害記録更新したよとかっていうのが結果が出てるんですよ。でしかもそれは僕が教えてからもう本当に何ていうかな、すごく短い期間、おおよそ1年以内ですね、全部1年以内、はい、で場合によってはもう指導を始めて30分とか1時間で今までずっとできなかったことがすぐできるようになってしまったとかね、そういったことがもう頻発してるんですよ。だそれは僕がそのジャンルについてのいろいろな技術とか、知ってるわけじゃない、はい、もちろんねヒアリングはします、うん、だけど あなたの学習の仕方はこういうところが問題があるんじゃないかなとか、うん、はい、それからまあ先ほども関君が言ったような、うん、根本的なその体とか脳の構造の仕組みが分かってないで一生懸命努力してるから、うん、それは根元のところちょっといじるだけで、こんなに劇的に方向が、ね、修正できるはずなんで、はい、今まで努力してきたこの軸をちょっと、ね、これを10度傾ける手伝いを僕がするだけなんです。そうするとこのスピードでしか行かなかったのがこのスピードになるのですぐ結果が出ると、はい、そういうことなんですよね。じゃあどうしたらその方向性って出るのかなっていうところが、はい、ここでその初めてなぜ僕がそれ指導できるかって言ったら、はい、伝統武術を勉強してきたからということなんですね、はい、つまり歴史的にずっと人類が積み上げてきた、はい、もうね先ほど何十万年って言いましたけど、はい、少なくとも数百年間戦国時代からね、はい、今日に至るまで人間が生死をかけてやばいところで生き延びるために命がけで積み上げてきた、そしてそれでうまくいかなかった人たちは死んじゃったっていう、はい、大変な、はい、そういうそのテストにクリアした残ってきたものだから、教えだからこそ方法論として信用があるというところなんですね。それってね、例えば、近いところで言うと、ハリキューの旋回なんか、そういうところがあって、はい、まあ、未だにね、
この壺にっていうか、そもそもそこに壺があるってこと自体、はい、ここに針をこの角度で何ミリ刺すとこの病気治るけど、この角度でそれ以上刺すと死んじゃったみたいな、そういうことが、実は無関心だからっていうのもあるんですけど、医学界では掘ってないのでそれ説明がつかない。だけど確かにそうやればそういう結果が出て病気が治るから、ちゃんと鍼灸って国家資格として日本では認められてるわけですよね。つまり結果が出るんだから絶対にやり方とその方法はね、その正しいんだけど、なぜそうかは学者がまだ興味持って研究してないから、エビデンス的なものがまだ揃ってないっていうことなんですね。エビデンスなくとも実際にそうなるんだから、国家がちゃんと認めてるっていうところじゃないですか。で、同じことってスポーツの世界あるあるで、個人の努力工夫とか、あの選手やこの先生のコツとか、やり方みたいなものは、実際そうやってトレーニングしたから、そういう気持ちでやったから、そういうイメージでやったから、結果が出たんでしょ。だけど、それってその選手がそうやったけど、じゃあそれって世界中のスポーツ科学の先生や医学の先生や物理の先生が検証したかって言ったら、そんな検証なんかしてる間もなく、このオリンピックで勝ちたいとか、今ここで記録出したいって。結果じゃない、結果じゃない。結果、そう、結果が先で、なんかその、エビデンスがあったからやるというよりも、とにかくエビデンスよりも結果重視っていうところがあります。で、トップ選手なんかもう自分の気持ち一つで、もっとこんな風に俺はやりたいとか、こうやってみたらどうだろうかを、いちいち大学の先生になんか聞きに行かないですよ。そうですね。もう練習の現場で、ちょっとこうやってみたらタイム落ちたとか、こうやったら、あ、なんかいい感じとかっていうのを掴んでどんどんやっていくわけでしょ。だからもう全部実証主義の世界で、こうやったらうまくいった、こうやったらダメだった。これはだから、かつて針とか武術の世界にも起きたわけですよ。ここ刺した治った、ここ刺した悪くなった、じゃあこっち刺すべきだ、ここはきっといいツボに違いないみたいな、それの繰り返しでしかない、武術はこういう稽古してた流派が、今度の関ヶ原で全滅しちゃったとかね、こういう稽古してるから御殿試合で決勝まで行って勝っちゃったとかね、だからもうそこに大学の先生とかね、物理学も医学もへったくれもないわけですよ。結果出したものが全てで、それをね、もう数百年単位で積み上げてきて、流派として生き残るとか、一族として生きながらえたっていうのは、もうそこに真実があるはずなんですよ。でもちろんね、マニアックなコアな人が、後々ね、誰々選手がどうして 100m で10秒切ったのかみたいなことを大学で一生懸命ね、研究して、きっとこういうことで理由を見つけて、そのうちね、解剖学や神経学が発達してきて、だからここの筋肉を鍛えるべきみたいなのは、もう実際にその選手が出てから何年も経ってからようやく出てくることなんですよね。そう。で、それの話で言うと、結構その感覚的な世界とか、そういうこう選手のトップアスリートの感みたいなものとかっていうのって、まあ世間になかなかないにしろあるんですよ。やっぱりそういうことを言うコーチとか、もっとトップ選手上がりのコーチだったりとか、そういう感覚のいい、もっと選手じゃないけどコーチでもそういうことを言う人がいたり、で、武術の世界でもやっぱりそういう指導者多いと思うんですよ。でそれと僕が遠山先生がまあ一個違うところだなって思ってるのが、その先ほど言ったその西洋医学的なエビデンスとかそういったものもかなり勉強されてるのでまあこの上達の仕組みって、このセミナーの中ではそういった脳の構造だとか生理学、脳神経科学だとか、あとは単純なその解剖学、運動学に基づく各関節の仕組みとか構造みたいなものもかなり、僕も一応その医療系の国家資格を取る専門学校出てるので、解剖学、運動学、生理学だとかそれらの基礎的なものは学んでるんですけど、その学んでる自分からしてもかなりレベルの高いというか、あ、それ、国家資格の勉強で出てこなかったレベルの深さだなみたいなことを結構言っておっしゃっていて、でもちろんその内弟子の中でも、僕の兄弟子で、整形外科医の、ドクターのお医者さんの、あと学会とかでも発表とかもされてるような先生とかもいて、そういう方々にそういう関連の話でちゃんとこのできるというか、やっぱり感覚重視にする人ってそっち方向をすごく、その、まあ、ある種おろそかにするというか、
ちょっとその、まああまりそちら方面にこう詳しくなかったりする人が多いと思うんですけど、その辺もすごく上達の仕組みの中で出てきてめちゃくちゃ勉強になるなぁと思ってて、うん、まあそれはね、実は僕あのこの、はい、まあ、上達に関する講座っていうのは実は1996年から教え始めてるんですよ、はい、で96年から最初の10年間、はい、2006年ぐらいまでっていうのは、はい、まあ僕が話して、うん、あのついてくれる人ってやっぱりね感覚派だったんですよ。あ、はい、で、あのエビデンスが欲しい人は、はい、あの結果が出てるんだから良さそうなんだけど、でもエビデンスがないとなんかこう公的なところで発言できないとか、はい、あと、まあ、お付き合いの人いろいろいましたけど、ちょっとこれ雑誌では紹介できないとか、あのテレビにはちょっと出演はあのご無理かなみたいな風になっちゃうのは常にですね、そのエビデンスがないと、はい、あのなんとなくそういうものを世の中に訴えにくいみたいなことが出てきたんですね、はい、いや、いくら武術の世界でその何百年歴史があって、はい、なおかつ富山先生が教えると確かに全日本チャンピオンになったり記録出したりっていうのはそれは分かるんですけどみたいな話になってたんですね、はい、そこでまあ悔しくて2006年からの10年間、はい、2016年までっていうのは僕も相当勉強し直したんですね、はい、まあ、僕自身興味があったっていうのもあるんですけど、はい、一つにはやっぱりそのインターネットが、はい、あの普及してきて世界中のその論文とか最新のニュースを、はい、まあ、特にねお金をかけずに読んだり、ね、はい、見たり聞いたりすることができたんですよ、はい、それこそねあのコストパフォーマンスとタイムパフォーマンスの世界でね、はい、あの大学行って先生と懇意になっていろいろ話を聞くとかじゃなくて、はい、いきなりね、はい、あの外から、はい、あの論文が読めちゃったりとかっていうそういう時代がようやくやってきたわけですよ、はい、ところがねその論文ってね、はい、あのすごいんですよ。もうそれこそ、十数ページにわたるようなね、その神経学の、そのに関する最新のね、はい、エビデンスを伴った、実験結果を伴った考察とかそういったものですから、はい、とてもじゃないけど、あの、TikTok とか YouTube で何秒で紹介できるような、5分見ればわかるみたいな内容じゃないんですよ。はい、でも、そうした、ちゃんとその研究された、はい、実験結果とか論文とかに目を通すことによって、それこそ何百年かけて、はい、いろんな人たちが人間って大体こうだよねって言ってきたことが、はい、本当にそうだったんだってことが分かるということを、はい、たかだか 1,2 時間我慢して論文読むことでそれが全て分かると、はい、ね、これはものすごいタイムパフォーマンスだっていう ね、 そ、 うね、その驚きを僕は2006年から2016年ぐらいまでやってきたんですよ、はいはい、そして2016年、はい、ついにですね、茂木君の会社の社長の麻生正俊さんに出会って、はいはい、そのインフィニティボディカレッジという ね、 そうですね、はい、上達の仕組みを今度エビデンスを伴って説明、はい、するという、いや、そういう講座を開こうという段取りになったんです、はい、いやー、それは本当にだから僕は一番いいタイミングで見たという、そうですね、だから最初だからその講座に出ていただいて、はい、そうですね、当時はまだその武術の弟子という関係性ではなくて、はい、そうなんですよ、あ、麻生さんのところの社員の、はい、インストラクターさんなのねぐらいのね、はい、そういう感じだったんだけれども、そうなんですよね、だからそこから随分僕も成長できたなと思ってますし、まあ、当時はやっぱり見れなかったタイプのお客さんを今はかなり見れるようになってるなっていうのはやっぱり感じてるので、まあ、その、まあ、遠山先生もこの上達の仕組みの中で、まあ、よくおっしゃってるんですけど、その誰しもが教えるってことを必ずやるっていう、はい、スポーツの指導者とかだけじゃなくて、まあ、何をするにも子供に教えるとか部下に教えるとか。自分の子供とかね。はい、ちょっとしたサークルの後輩とかね、はいはい、必ずそれって伴ってくると思うので、まあ、彼女の前でいい格好してね、はい、ちょっと話するとかねそういうのも全部含めてありますよね、はい、指導するされるっていうのはどっちも人生の中でたくさんあると思うんですね、はい、必ず遭遇すると思うので、だからそういう時に水泳の上達論ですとかっていうんじゃなくて、やっぱり上達論のなんて言うんですかね、その上達論というか、はい、そこを学んでおくことが水泳のだとかっていうの以外にものすごく広くその自分の中で
応用することによって、まあ応用化っていうのもそのこれに出てくるわけなんですけど、応用することによって、人生を豊かにしていくことにすごくこの手助けになるんだなっていうのはやっぱり思いました。っていう、こう、だいぶ話がまた膨らんでいってしまって、このまま膨らませてもいいんですが、一応そのタイトルというか、あれとしては、その動画を見て、果たしてその上達するのかと、YouTube とか SNS とかで、見て上達するのかっていうことについてちょっと話していきたいなと思うんですけど、結論から言うと、上達する人と、いない人、どっちもいます。それめっちゃ僕も言いたかったです。打ち合わせなしなんですけど、僕もめちゃくちゃそれ言いたかったんですよ。これ真っ二つで分かれます。はい。あの、結果の出る人と出ない人がいます。はい、絶対そうですよね、やっぱり。だから、全然 OK。あの、YouTube でね、再生回数の、あの、多くて、短いもの。これはもうすごく価値がある。あ、ね、ぜひ見てください。あなたがヒットする可能性もありますから。あります。ね。はい。あの、で、その話は、別の動画でやっていただければいいかな。確かに。あの、残念ながら、そういうものを見ても、結果の出なかったあなたです。人負けにっていうところですよね、やっぱり。そっち。そっちが大事なんですよね。なんかもうちょっと短くつまんで冒頭にこう散らすと。確かに。それが大事なんですよね。やっぱりその、ふるいにかけて残ったそのセンスのある人とかっていうのじゃなくて、ふるいでやっぱりこう、落ちてしまったって言ったらちょっと言い方が悪いんですけど、その、大多数の人、まあ、僕自身もそうだと自分で思ってます。で、僕自身もすごく運が良くていろいろな出会いがあったり、タイミングが合わなかったりしたら、一応僕全国で優勝したんですけど、多分県大会で3番ぐらいの選手止まりだったと思います。まあ、それでも十分じゃんっていう声が聞こえるかもしれないんですけど、一応僕はでも瀬戸大也選手に負けはしたものの、全日本で2番になるっていう実績までは、その県大会にそこそこ3番ぐらいの多分身体能力だとか、そういうものしかないものがそこまでいけたっていうのは、やっぱりその、凡人を引き上げる何かがあったっていうのをやっぱり感じてて、で、それがうまく長年言語化できなかったものが、富山先生のところですごく言語化されて、腑に落ちて、普遍的なものになったことで、僕もいろんな人に使えるみたいな、そこがすごくやっぱりあると思うので。まあ僕なんかね、それこそ中学生まではあの全然運動もできなくて、まああの先輩に騙されてね、無理やり使いたい装備に入ったけど、ずっと補欠でね、試合なんか一回も出たことなかったですけど、でも僕のまあ武術の師匠に出会って半年でね、あの広島県で優勝することができて、そのレベルはやばいですね。県のね代表選手として強化が指定選手になれたりもして、まあ大学入って、だからそこからね、あのまあ浪人中は運動しなかったので、でまあ大学入ってトランポリン転向したんですけど、まあそこの頃にはね、このもう上達の仕組みっていうのが、まあ自分の中で、あ、武術で言ってるこういうことはスポーツに応用できるなんて分かってたんで、まあ半年でね、あの、インカレは優勝させていただいて、まあ、本当にね、なんていうんですかね、もともと本当に運動の素養全くなかったんですよね。全くなかったところから、そうやってこう、きっとこう伸びることができるっていうのは、やっぱ本質をつかんで、もちろんその、今ね、半年で成果出たとかね、言ってますけれども、それまでの下地が全く基礎とか基本とかないところからの半年、すごいなと思うでしょ。だけど、そのために先生に習ったのは、何十秒の動画見せられたとかじゃないんですか。そりゃそうですよ。時代もありますし、ね。当時ね、ネットもないし、それこそね、ビデオカメラが学校に1台あるかないかの時代ですよ。はい、ね。だから、お手本を何度もビデオで見れるということもなかった。ね。だからそもそも先生が、お手本をちらっと一回やってくれて、それを目に焼き付けて、思い出しながらっていう世界みたいな、はい。今みたいにお手本が世の中に山のように溢れてるのと全然違いますから、はい、そういう中で、ちゃんと本質を理解して身につけていこうと思ったら、もう本当に実はリズメの世界か、はい、完成されたやり方を受け取るかっていうこと以外に、そんなね、短期間ではね、いかないわけです。そして、それっていうのは、一言とか、はい、パッと見ではなくって、ちゃんと人の言うこと聞いて、先生の言うこと聞いて、やるべき基礎をやってっていうことなんですね。はい、だからそこには、ちょっと、
コスパが悪そうな、パフォーマンスが悪そうな感じは、現代人化するとあります、はい、ありますが、はい、でもこの1時間を我慢して聞いて、はい、この1週間を頑張ってトレーニングして、はい、この1ヶ月間を諦めも振らずにそれを信じてやったら、たった半年とか1年で絶対に結果が出るとしたら、はい、これめちゃめちゃタイムパフォーマンスやコスパフォーマンスはいいっていうことなんですよね。そこが確かに、やっぱりその辺ですよね。やっぱりその、まあ今回この話をしていく上での一つキーワードとして僕の中で温めてたものとしては、やっぱりその無駄をどこまで許容できるかっていう問題が大きいのかなと思ってて、結構この現代人無駄を許容できない人が多いと思うんですよね。例えばその映画を 1.5 倍速で見る若者とか、はい、映画、例えばその、まあ、すごい有名な映画とかタイタニックとか、人と話すためにファスト教養みたいな感じで、それを見るけど、1.5 倍速で見るみたいな、それによって短い時間で映画見たよっていう状態が得られるみたいな。でも 1.5 倍で見ちゃったら、その主人公のデカプリオと、あとあの女性の方、名前が出てこないんですけど、あの方たちが見つめ合う沈黙のその時間のその、あれみたいな、うまく言語化できないあれは得られないと思うんですよ。で、やっぱりその本、言いたいこと短くまとめるみたいなのがいい文化なんですけど、でも、やっぱりそれだけ、そのもの単体だけでは得られないと思ってて、例えばその、カルシウムを取りたかったら鉄分と一緒に取らないとカルシウムが体内で沈着しないとかっていうのもあったりして、その例えばそのサプリメントで栄養を取ろうと思って、本当に人間に必要な必須アミノ酸だとかビタミン類、ミネラル類だけを正確にこう検量したサプリメントだけを飲んで生きていけるかっていうと、そうでもなくて、やっぱりそこには無駄なものと一緒に取ることによって体の中でちゃんと、それらが吸収されて自分の身になるみたいな、無駄を省いてしまうと結論何も残らないみたいな世界ってあるのかなと思ってて。そうだよね。だから、まあ、言ってみれば、無駄を省くと得られないとすると、それは本当に無駄だったのかって。そうですね。その無駄をやった方が良かったとか、やらないと実は身につかないんだとしたら、はい、無駄を省いたんじゃなくて、はい、一見無駄と思われるものを省いてしまったというのが正解、はい、ですよ、はい、で、まあ、今そのね 1.5 倍速の話をしたけど、はい、じゃあもしあなたが、まあこれ見てるのはその水泳の人たちだけじゃないと思うんですけれど、はい、まあ水泳でもいいです、陸上でもいいです、はい、ボーリングでもいいです、ビリヤードでもいいです、はい、トップ選手のね、パフォーマンスを短時間で世界中のそのトップ選手の動画を見たい、はい、それには俺時間ねえぞと思ったから、はい、じゃあね、今回の世界水泳の決勝、はい、2倍速で見ようって見ますか大変なことになりますけど、2倍速で見るんですね、どういうことになっちゃう、オリンピックの 100m 決勝ね、俺時間ないからちょっと倍速で回して、はい、それでね、選手たちが9秒台でね、はい、走ってるけど 4.5 秒のパフォーマンス見れば俺には十分というか、はい、その方が時間節約になるって言って、はい、早増しします、まあ、誰が勝ったかは分かりますよ、ね、ボルトが優勝したとかそれは分かるんですよしないでしょ、何も見えないですよ、むしろ逆じゃないですか、どういうふうに泳いでるんだろう、いや待てよ、もう一回ちょっと巻き戻して、はいはいはい、あのスタートのこの瞬間のこれ見たいってなったら、はい、絶対スロー再生するとか、ね、巻き戻すとか、はい、もう一回見るってやるでしょ、はい、そこタイムパフォーマンスが重要だからって言って、はい、早送りしたり飛ばしたりしないじゃないですか、はい、そしたらそれこそその時間が無駄になります、無駄ですじゃあどうしてスロー再生するの、はい、それはその普通に流れてる時間では自分の能力では拾いきれない、もっと何か細かい工夫とか空気感とか何かあるんじゃないかと思うからこそ、スローにしたり静止したりもう一回巻き戻したりして皆さん見るんでしょ、だから本当に時短ってタイムパフォーマンスがいいからって時短にしていいものなのかっていうのはもう一回考えてほしいなと、それがまあ今茂木君の言ったね、その無駄を省くって本当に
いいのかなと。むしろ無駄を許容する、はい、正確に言うと無駄だと思われていたことを許容する、はい、でその中から必要な部分をまた再発見するみたいなのって大事なのかなと思ってるんで、はい、ということはね、先ほど言った実は短いものを見ても結果が出る人がいるって言ったのは、実はその無駄の部分をすでに持っているからこそ、はいはい、短くても、はい、途中が抜けてても早送りでも、はい、俺は分かると言ってる。だから例えばもう映画をね、はい、何年も撮ってきた映画監督だったら、たとえ倍速で見ても、はい、大体のあここでこういうテクニック使ってこうやって撮ってるな、きっとこれはこういう効果で観客にこんな感動を与えて全米が泣いたり持ってこうとしてるみたいなね、はい、そういうことがわかるんですよ、プロではね、はい、だけどそうではない人たちっていうのはやっぱり時間っていうのは、はい、早ければいいってもんじゃないと、むしろゆっくりの方がいいとか、はい、もしくはもう完全な同時性、もう臨場感っていうのはもともとのスピードでないと絶対に得られないんだっていうことですよね、はい、それこそ映画の中でもあるシーンだけスローモーションになったり、はい、ストップモーションになったりするじゃないですか、はいすねはい、それによって効果を出そうとしてるわけだから、でそれって僕らが実は運動のパフォーマンスの中で経験してることですよね、あの時なんか時間の流れがゆっくりになったような感覚とか、はい、止まって鮮烈にその瞬間が自分の中にインプットされて、はい、あれを思い出すともう一回あの時の気持ちになれるみたいな、それこそキーワードとかコツとか、はい、そのイメージとかっていうイメージラインとか、はい、そういったものって全部瞬間だったり、はい、スローの世界の中で来るもんですよね。そうですね、なんかやっぱり時間が伸びて長い緩やかな時間の中にいるような感じで、でももちろん自分が感じてるだけなので、ビデオとか見ると、まあ、かなり速いテンポで泳いでたり、パン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 すごいドルフィンキックで浮き上がって泳いだりとかしてるんですけど、やっぱ自分の中ではその瞬間がすごくスローに感じるみたいなのって何回かやっぱ経験したことがあります。でそれをね、今や単なるフィーリングとか個人の経験値とかで語る時代は終わったよと。実はそこにはちゃんとした仕組みがあって、はいはい、理屈があって、はい、でそれをちょっと時間かけて勉強すると、はいはい、ものすごい生涯全体に対してのタイムパフォーマンス、はい、コストパフォーマンスが上がるよっていう話がこれです。今回の状態のその仕組みっていう。ですね。まさにそれだと思います。はい、だから無駄を許容するってね、はい、言うじゃないですか。僕、はい、大好きな漫画でね、はい、ジョジョの奇妙な冒険っていうのがあるんですけど、はい、まあ、僕履修してないです。多分ね、これは絶対モテ君読まなきゃいけない。あ、読まなきゃいけないじゃん。そのうち履修したいと思います。まあ、その中にね、出てくるね、ディオっていうね、全面通じて出てくる、はい、ものすごいその、まあ、悪役がいるんですけど、はい、まあ、そいつがね、はい、人を殴るときにね、はい、無駄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 って無駄それは聞いたことあります。無駄をですね、はいはい、もうものすごく連呼して無駄に無駄って言うみたいな、無駄に無駄って言いながら殴るってなって、僕そこはすごいたまらなく好きなんですけど漫画読んだことないんですけど、 そのシーンは知ってます、なぜか多分ネットでね、ネットとかで使い回されてる、ネットミームになってて、はい、ミームになってるあれほどね、無駄を無駄遣いしてる、あ、はい、そして効果を上げているっていうのは確かにこれは素晴らしいなと思って、僕はモテ君の今無駄を許容するって話を聞いて、はい、あの漫画こそ無駄を許容している最高峰なんじゃないか、素晴らしいあれをね、はい、でっかく一コマね、はい、無駄っていうね、無駄びっくりマーク2つみたいな感じで伝わるかって言ったら絶対伝わらない。確かにその無駄に無駄っていう文字がいっぱいあることによって伝わるものがあるっていうことですよね。そうそう、あるってことですよね、はい、いかにお前が無駄かということを、無駄を連呼して連打してとことん分からしめるために無駄を叩きつけるという、無駄なまでの無駄を叩きつける、なるほど。いやそれで言うと、やっぱ掃除、老子相思、老荘思想とかの、あそこの掃除の、その無用の用っていうのがやっぱり大好きで、無駄を省きますみたいな人に、じゃあお前の無駄を省いてやるって言って、ここから端までって、どこから行くときに、お前が歩くところの足型だけ、
地面に掘って後の地面は無駄だから全部なくしてやろうか、そしたらもう何の融通もない、そこから一歩でも間違えたら落っこちてしまうみたいな、もうそういう世界になってしまうから、無駄が意識し、普段意識してない無駄がどれだけ自分たちにその有用なものであったかっていうのを思い知らせるみたいな、結構そういう思想とかも大好きで、うん、まあ、うん、今茂木君が言ったね、うん、無駄が実は有用っていうのは、うん、これはまたさにその陰陽裏表の関係性ですよね。そうですね、はい、僕たちがさっきから言ってる、はい、短いお得な動画ではなくて、うん、むしろ1時間長いんだけど、はい、これ聞くとそっちの方がもっとトータルで見たらお得ですよっていうのも、はい、短いか長いか、はい、お得 か、その、はい、実は身につかないものかっていう、これ全部陰陽の関係で、はい、でまあ僕たちが専門している武術、太極拳、ね、はい、あの太極拳っていうのは世間で言うとね、なんか健康体操ですか、はい、みたいな感じですけど、太極っていう言葉自体がもともとね、これね、はい、あの陰と陽を合わせて太極っていうのね、はい、でだから、無駄と思えるものが実は無駄でないとか、これの方が無駄がないと思ってたものが実は回り回ってその時間を無駄にしてしまうとかっていうようなことも、はい、全部そういう陰陽の関係で、捉える、捉えた上で足りてない方をね補うっていう感性が必要、それすごい大事です、ね、だからさっき言ったように、はい、もうそこが足りてる人はむしろ時短動画を見るべきで、お手本だけ見りゃいいんであって、どんどん先行っていいんですよ。自分にとって基礎基本が足りてない人はいくらその最終回答を見たところで結局回り道になりますよっていうことですね。まあそういうその表裏の関係、陰陽の関係っていうのをちょっと見つめ直すだけで自分にとっての不足部分っていうのが分かってくると、そうするとどっちも正解なんだよと、じゃあ今のあなたにとってはどっちが必要なんですか、はい、っていう話になってくる。だそれは多分茂木君が教えてる水泳の世界でもなんか最新の泳法とかこっちの方が早いっていうのも、はい、ある人にとっては、はい、ある時期にとってはその泳法を勉強するとか、はい、その鍛錬は必要なのかもしれないけど、はい、今の俺には必要ないとか、はい、逆に今のこのレベルのあなたには絶対やった方がいいとかって、そういうものってあると思うんですよね。すごくありますね、やっぱり。なんかその意外とそのこの特別なものに目がどうしても行くじゃないですか、人間って。特別っていうのはそれはあのその瞬間その状況そのありとあらゆる限られた条件下でベストなものが特別なのであって、普通ってまあ普遍的に通用するなので、どんな状況でもある程度通用するみたいな、普通よりも特定の状況でこの効果を出すみたいなものにどうしても行きがちなのかなと思って、だからある種その普通なものっていうのはそのさっきの創始の無断無用のようじゃないですけど、その地面みたいに当たり前にあって、それがあることでどこにでも行けるみたいな、そういうものが多分普遍的なもので、そこをやるのがやっぱり基礎の練習になったりとか、まあ富山先生とその基礎と基本について話してる動画もあるので、そことかはまた見てもらえるとすごく理解が深まると思うんですけど、その基礎とか基本とかに含まれるべきものっていうのはそういうものであって、で、それがどういったもので、どういう練習をしてやっていくと身につくのかっていうことは、多分、そんなこと無駄だよって思う人は、やっぱり足りてないからそう無駄だと思うわけだと思うんですよね。それの重要性分かってる人にとってはその話は無駄ではないから、もちろん聞くだろうし、でも聞くっていう意識がある人はもうその時点でそれが必要って分かってる時点でちょっと先んじてるんじゃないかなとも思いますし、まあ、うん、一般にねその、うん、意外と成功してる人とか、まああんまりそのこうなんていうのかな、自分の努力の部分を実は見せてないとか、うん、はい、本当の意味での成功の秘訣は実はバラしたくないとかっていうのがあったりして、まあ、あの、なんて言うんでしょうね、例えば YouTube とかそういったものでね、ものすごいこう再生数が上がってる人とか、はい、まあ、最近はちょっとね、落ち着いてきた感もあるけど、
情報商材でもって儲かるよみたいなことをね、はい、ありましたりして、はい、いやその出してる人は確かにね、うん、儲かったんですけど、うん、その人が儲けてる時点で、はい、もうそれってほぼ終わってて、確かにもう取り尽くしちゃってる、取り尽くしちゃってて後からね、うん、あ、はい、俺もとかって思って もうその時にはねもう大体時すでに遅しだったりするんですよね、はい、でさっきまあ創始の話が出ましたけど、この老子の方の話をすると、老子も、はい、まあ老子もね、はい、僕なんか老子すごい大好きなんですけど、はい、皆さん道徳っていう言葉知ってますよね、日本人ならね、はい、まあ学校でもね道徳の時間とかね、はい、ありました、授業があったり、はい、道徳的にね、どうなんだとかってね、はいはい、まあ、倫理観的な、倫理観的な使われ方をします。皆さん道徳っていう言葉、はい、誰が作ったかっていうか、ルーツは何だかってご存知ですか？実はですね、老子という人が、はい、道徳教というですね、はい、上下2巻からなる、はい、それこそ長い面倒くさいですね、長ったらしい、はい、上巻と下巻の2巻の、はい、まあ、章を表したんですね。それの、はい、上巻の最初の文字が道で、はい、下巻の最初の文字が徳なんですね。それ合わせて道徳って言ったので、はい、まあキムタクみたいな、そういうもので、本当は木村拓哉なんだけど、はい、キムタクと言ってるみたいな、はい、道徳ってそういうもんなんですよ、はい、だから道徳って何ですかって質問したら、なんか人生で大切なこととか立派なこととか、はい、人として大事なこととかってみんな答えると思うんですけど、はい、それを最初に言ったのはキムタク的に言った老子さんがくっつけたっていうものでじゃあその一番最初の始まりの文章って何だったのかっていうと、まあ漢文で言うとね、はい、難しくなるので、はい、まあ分かりやすい文章で言うと、はい、道、はい、これこそが道だなんて言えちゃうような道なんてものは道じゃねえよ、はいはい、その言葉僕も大好きなそういう文章から始まるんですよ、はい、超ネガティブですよ道の道とするところは常の道にあらずとか、そうですね、そんな感じのあれですよ、そういうことでお前らいいか聞けよとかね、はい、道だ道なんて言ってる時点でもうそんな道はね、はい、本物の道じゃねえよって言ってる話なんです本当に人を食ったような感じの、そう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 、はい、それが今や道徳として日本人の心に根付き、はい、ね、文部省認定のね、はい、学校教育に、そうですね、タイトルにもなってるってね、はい、ここ僕すごい滑稽だなって思うんですよ。そんなひねくれじいちゃんみたいなものが言ってる、ひねくれじじいが昔書いたね、はい、道だなんて言ってる時点でもおかしいじゃねえっていうね、はい、それを学校でね、はい、道徳の時間ですとかってやってるわけですから、はい、僕それが実は、はい、これ見ればもうバック転できますとか、あ、はい、そういう動画、はい、そう言っちゃってる時点で、はい、あれって思った方がいいぞっていうふうに僕は思ってるんですよ。いやー、全くそれは僕もひねくれた人間なので、で実際見てみるじゃないですか、はい、もうね、僕なんかびっくりするようなバック転やバック中のコツ動画、はい、今世の中にいっぱい溢れてます、はい、ぜひね、水泳しか興味なかった皆さんも、はい、バク転とかでね、YouTube で検索してみてください。はい、そうするとね、5分で覚えるバク転講座とかね、はい、あるんですよ、はい。そうするとね、もうバク転バンバンできるね、はい、お兄さんが出てきて、はい、ちょっとやってみますみたいな感じでやって、はい、でスロー再生が出てきて、はい、でこれやる前にこんな風にやって、はい、こんなイメトレして、はい、こうやってステップ1、で次にこれができるようになったらステップ2こうやって、で最後ステップ3こうやって、じゃああとはちょっと補助つけてまた向けて頑張ってやってみましょうみたいなことが、まあものの5分で確かに紹介されてますよ、ね、やってみてください。絶対できない絶対できないです。ほぼ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 できないです。やってみれば分かります。でひどいになるとそういうステップとかも全部なくて、自分のフィーリングの、はい、まあこんな感じっすねみたいな、語るだけみたいな動画もあります、はいはい、だそういうのは本当に機械体操の基礎的な柔軟性とか筋力とかバランス感覚がある程度できるようになった人には時短動画として本当に価値があるんですけれど、俺もバック転今からやってみようかっていう、そういう
人、特に大人、はいはい、それ見てできんのかよって言ったら、まあ、無理です。できないですね。まあ、水泳もやっぱ同じところがあって、うん、例えばバタフライをこう泳げるようにするための動画とか、練習方法みたいなのであるんですけど、正直、バタフライ泳げる人がやると良くなる練習方法を紹介しているものが多くて、いや、バタフライまだ泳げないんだけどっていう、その0を1にしたい人の動画では、練習方法ではなくて、1を2、3、4、5、6、7、8、9、10ってどんどんやっていきたい人の、もう1ができちゃってる人向けの方法論みたいなのが、すごく多くて、まあ、僕も現に結構そういう指導をしちゃってるなって自分で自覚的に反省することもありますし、なんせできちゃってる人間なので、できないものを0を1にするっていうことがやっぱすごく難しくて、そこのやり方みたいなのを掘ってなくて、もうできちゃってる自分からして、なんかこういうのがいいんじゃないみたいな感じのやつっていうのを取っていく方が圧倒的に楽なんですよね、練習メニューを作り出す上で。だからそういうものがすごく多いなっていうのは思いますね。まあね、そのできない人目線のその指導法とか、うん、はい、まあなんか指導者的な話ばっかりしてるように聞こえてると思うんですけど、うん、逆にね、さっきの動画じゃないんですけど、はい、せっかくお金払ってね、習いに行ったとかセミナー出てみたとかって言って、うん、俺わかんねえとか、あ、みんなできてるけど俺できないとかって思う人、うん、きっと他にできてる人がいるんだから、うん、その動画や講師の先生が悪いわけじゃないわけですよね、うん、そうすると結局自分の側に問題がある、うん、はい、それを受け取れない、はい、受け取る能力のない、うん、だからお金払ってセミナーを受けても結局身につかない、うん、高いね、なんか教材買ったり、はい、学校に入ってもものにならなかった、うん、これ自分の側に実は問題あると、はい、でいうことだってあり得るわけですよ。あり得ます。そうすると、はい、勉強の仕方っていうか受け取り方というか、うん、受け止め方とか、うん、あとは観察眼とか、うん、そういうところですね、うん、そこを磨かないとそもそもスタートラインに立ててないじゃないかってことにちょっと気がついてほしいなと、はい、うん、そこをやっぱり一番そのスタートラインがどういうもので、でそのスタートラインに立つまでにじゃあ何をしたらいいのかっていう具体的な方法みたいなのを示してくれてるのが、うん、まあ、この上達の仕組みなのかなっていう感じはしてて、うん、なのでそのまずその自分の体がどうなっているか感じるだとか、うん、そこがやっぱりそのなかなかできてこないところが多いなっていうのはありますし、まあ、逆に指導する側はそこを意識してそういう練習を組んでいくことで0を1にするみたいなところができるようになるので、指導者は必須であるし、うん、指導を受ける人もそこは分かってるだけですごく話が早いというか、うん、スムーズにいくんだろうなっていうのはやっぱり思いました、うん、まあだからね、僕、うん、まあ、ちょっと また無駄を許容するにこだわるけど無駄のだって、はい、ダメのだ、ね、ああ、はい、そうですね、はい、ダメなものがないんだったら、はい、無駄っていいことなんじゃねえとかって思うんですけど、ああ、確かに無が、だが無なわけですから、ね、だが無だったら打ち消してるわけですから、ね、打ち消してるわけだから、はい、うん、そうすると無駄ってなんだろうってね思っちゃったりもするんだけどまあさっきも言いましたけど、うん、その無駄を許容するというのは本当は無駄だと思われているが実は必要だったものを許容すると。はい、でじゃあそれが無駄だと思えるようになる時っていうのはいつ来るのかって言ったら、積み上げていった上で、はい、ようやく、あ、はい、今の俺にとってはこの辺を掘るのはもう無駄とか、うん、こんなに材料くっつけたけどこれを削ぎ落としてって、はい、これっていうものにしていかなきゃいけないっていう段階では無駄だという感じですよね。はい、まあテーパリングっていう言い方する人もいますけれども、でもいっぱいそのね、肉付けしてって、それをそこから削ぎ落としていくってやんないと、彫刻なんかね、やっぱりこう粘土をくっつけていくタイプの彫刻って楽なんですよ、はい、だって足しすぎてたらちぎっちゃえばいいし、はい、足んなかったらまた足せばいいでしょ、はい、だけど木彫りって考えてみてください皆さん、のみでね、こう木こうやって削ってって、はいはいはい、ちょっと深く掘りすぎたら
もう後戻りできないですよ。くっつけるわけにいかないじゃないですか。一からやり直し。一からやり直しですよ。ね。それが今度大理石の彫刻になった日には、石目なんかでちょっと変なところ当たったらスパーンと割れちゃったりしますからね。全てが台無しになっちゃうんですよね。だから僕芸術家でね、ミケランジェロってものすごいなと思ってて。見に行きました、上野に。そう。天然石からね、よくこんなものを掘り出せたなと。そこ行くと粘土つけてって修正した挙句型取って石膏で型取ってそこから金属流してこれで彫刻ですって言ってる方が楽じゃんとかっていう感じなんですよね。全然そうですね。だからミゲランジェロみたいななんか自然石の中から完璧な像を掘り出すっていうのは本当に天才にしかできない感じ。無駄を削ぎ落とすっていうのは実は天才でのセンスで初めて無駄の削ぎ落とし方がうまい。無駄、完璧な無駄の削ぎ落とし方っていうのができるんですよ。はい、ところが、素人が無駄を無駄に削ぎ落とそうとすると。必要なものまで削いじゃう。必要なものまで削いじゃうと。それ無駄じゃなかったのに、はい、みたいなこと。めっちゃ大事なところ、首もげてあったみたいな。それを誘発する僕、危険な意思って流行りだと思うんですね。はい、せっかくなんか先生に教わって、はい、まあ今これ自分で身につけなきゃなと思ってたのに、なんか新しい流行りの泳ぎとか、はい、あの選手早いぞみたいなのが出てくると、プッとそっちの方にね、こう軌道修正しちゃって、はい、今はもうこういう言い方でなきゃみたいな。はい、いや、まずはあなたは、これ、最初のそこを押さえてくださいっていうところが。それ削ぎ落としたら、はい、それ削ったの無駄じゃなくて本質だからみたいなね、はい、悲しい出来事がこうあったし。水泳の YouTube に関しては、あんまりこういうこと言うと僕、水泳、一応 YouTuber ではないって僕は自分で思ってるんですけど、一応外部から YouTuber って認識されてるかもしれないんですけど、僕は YouTuber じゃないと思ってるし、YouTuber は基本的に僕嫌いなんですよね。で、でもその水泳系 YouTuber の中からただでさえ浮いていると言われるのに、余計敵を増やすのも良くないとは思うんですが、やっぱ水泳の YouTube 動画とかでも流行りがものすごくあって、例えばそのアウトスイープみたいなワードが流行るとみんないろんな YouTuber がアウトスイープに関する動画バーって出すとか、うん、骨盤後傾みたいなのが流行ると結構それをバーって出すと、うん、そういうなんかそのそこでこうやっぱり流行りワードの方が再生されたり、うん、おすすめに出てくるっていう現実があるのでしょうがないところではあると思うんですけど、やっぱり地道に基礎から一個一個つないでいくっていう練習方法を紹介する YouTuber の方々って正直その再生回数とか、あと登録者数は増えないんですよね。それよりは流行りに乗って、今、こうガンガン来てるワードで動画をバンバン作って、それをこうできるだけ早くたくさんのペースで作れる人の動画がトップに来るので、そういうもんなんだってそれを見てる初心者の人とかがやっぱ思っちゃうと思うんですけど、うんだってそれってネットのアルゴリズムに踊らされてるだけで本質じゃないからね。だから極端なこと言うと、悪い情報を流そうと思えば、流行らせてしまえばいいということになるので、まあ僕、あれですけど、スポーツの世界でもね、偽情報を流しまくって、みんながそっちの方向に行くことによって俺だけ結果出すみたいな、そういうネットを駆使した勝ち方っていうのも将来出てこないとも限らないというか、もう現実にやってるやついたりしたら怖いな、みたいな。僕それできるんですよ。できると思ってますね。やっぱり中国技術を学んでるってのもあるんですけど、その超弦線とか超弦論みたいなの、中国の、誰でしたっけ、少将か何かが論文として出してみたいな、そういうので孫子の兵法を現代版にしたみたいなえぐいやつ情報戦争、情報戦みたいなものに関して、だから仮に僕が今から試合に出なきゃいけないとか、もしくは自分の子供をトップにしようとか思ったら、周りのやつらをまず一回落とすというか間違った情報で落とすって、ライバルを蹴落とすみたいな、それをしてからやるみたいな、やっぱり考えたくなります。それもね、巧妙に、結果が全然出ない方法じゃなくて、結果を出している、事実に乗っかってやるわけだよね。はい、例えば、ボルトのね、
あのウサイン・ボルトの体格とか、はいはい、性質を全く無視して、はい、あの走り方でなければあのスピード出ませんよっていう理屈を打ち立てたとすれば、はい、あのほとんどのあの体格でない人、はい、ああいうその神経から持たない人 が、はい、そこが正ですね、はい、あのそういう人がみんなボルトの走り方を真似したら、はい、基本的にあのみんなの記録は下がるんです、はい、体壊します。その時にあの一般的な体を持った人はこうした方が速くなるっていう、走り方を発表しないで、はい、やってる人が結果を出すみたいな、はい、だそういう情報操作っていうのはやろうと思ったらできなくはない、うん、だからまあそういうものにね乗っかる乗っからないの話のはるか手前のところで、はい、今のあなたに必要な情報って本当にそれですかっていうところにね、はい、そこを見極めるためには5分10分では聞きませんよっていう話ですよ。いや本当にそうだと思います。全体のこの全ページをある程度本でも見た上で、うん、あなるほどこの章ではこういうことを言いたいんだっていう位置づけが初めて確定すると思うので、その章のその言葉だけ見ても実はそれは逆の意味で使われてたとかっていうことを全ページ見ないと分からなかったりすると思うので、うん、そこに関しては全ページ見るのは無駄だと思っても、やっぱり全ページ見た方がいいっていうことは多いと思うんですよね。だからどうしてもその切り抜き的なもので、あのそういうのを飛びついてしまうと痛い目を見るとか、うん、はい、まあ、だから確かに時短という意味で、うん、その早送り再生するっていうのは一定の意味があって、はい、それは例えば今の読書の話で言うと、はい、速読っていうのありますよね。あ、はい、だけど速読の先生がね、うん、超速読です、1ページと100ページと200ページと300ページの4ページだけ読めばいいですっていう先生います？いないでしょ。いないです絶対に。ね、この本の大事なところ、この文章とこの文章とこの文章だけです、これはいるかもしれないけど、その文章を4箇所抜き出した人は全部を読んだからこそこの4つが大事だというふうに言ったと思うんですよ、ね、だから速読はあくまでも目でパッパッパッと見るけど、全ページ見るように教えるはずなんですよ。確かに。だから、あの、TikTok より、時間の短い YouTube よりも、やや早送り再生の方が、マシはマシだと僕は思ってます。確かに。一応全ページ見れます、ね。一応全部 見てるからね。だから、この動画長いなと思ったら、2倍速で見ても結構です。あの、全部聞いてほしいと。はい。そうですね。ゆっくりと最初の5分だけ聞いて、まあいいや、にするよりは、全部見た方がいいと。はい、それはすごい。そういうことにはなりますよね。はい、確かに。ただし、それは、倍速で見ても聞き取れる人、はい、理解できる人に限ります、はい、だからそれもやっぱり能力なんですよね。そうですね、個人の能力にだいぶ依存しちゃうと思うので、僕たちが追いかけてるものって個人の能力に依存するものではなくて、普遍的な、はい、しかもどっちかというとできない人でもそれが、はい、やれる登っていける階段をどう用意したらいいかっていうところを起こってるわけですよね、はい、だから個人の能力で言うとちょっと低めの人でもいけるっていう、そういうメソッドみたいなのはやっぱりみんなが必要としてるものってどっちかというとそっちなのかなってやっぱり思うので、うん、そうするとね、能力高い系の人は、うん、あ、じゃあ俺には関係ないって思うでしょ、うん、だけどあなたはきっとそのうち指導者になるんですよ。そしたら何、どんな人たちが一番お客さんとして来るかって言ったら、自分のようなセンスがある人たちではない。センス良かったら何に来ないですか。自分で勝手にやってれば早くなるっていう。そうすると結局優れた人、才能のある人もこれが必要になるんですよ。本当にもう今回これのこのなんかこう PR 動画みたいな感じになっちゃったんですけど、でも現にやっぱりこれは本当に上達の仕組みに関しては多くの人が学んだ方がいいなっていうふうには思ってるので、まああの今回こういうふうにお話をして、まあ気になった方はですね、あの概要欄の方に上達の仕組みのこのセミナーを実際にスタジオ経営の方で行います。でそこのこう告知だったりとか、あとは実際にこう東京の荒川区までスタジオまで来れないよっていう方は、YouTube だとか、ライブ配信とかそういったものでこう見ていただけるような、そのリンクというか、それを下の概要欄のところに貼っておくので、まあ、ご興味ありましたらぜひこれ見ていただけるとめちゃくちゃ結果が出ると思います。まあ、僕が一番出してると思ってる言いますが、はい、まあね、あの茂木君だけじゃなくて、うん、あの全国にね、いろんな種目に、うん、実はあの僕からこの上達の仕組みを学んでる人が、
もういますので、これからね少しずつ、はい、あちこちで結果を出したりとか、うん、あそういうセミナーやっぱり受けた方がいいっていう声がね、うん、聞こえてくるかもしれないと思うんですけど、まあね舐めてると大変なことになりますよ、ね、最初はね700人ぐらいしか見聞きしてなかったのがたった2年で2万3000人が見聞きするようになるわけですから、ね、で今はこれまだ目新しい言葉かもしれないけれども、はいね、再来年あたりだともうこれ知らなかったら、はい、もうとてもじゃないけど、はい、インストラクターとして時代遅れみたいな、それこそ流行りに乗り遅れみたいなこれが流行ったらすごいですけどね、これ流行ったらねすごいですよね、はい、いやでもね流行ってほしいです、それね僕らが儲けるためというよりも世の中の大多数の運動ができない全日本チャンピオンには縁のないような人たちのレベルがみんな上がったらちょっとワクワクしませんか。いやすごいそれはあると思います、うん、だって人類全体のレベルが上がるって話ですからね、はいはい、100メートル人類最速が何秒で走れるか、ね、それも確かに人類の進歩ですけど、はい、僕ね正直言って100メートルが8秒台に突入しようが、はい、7秒台に突入しようが、はい、トップの選手1人がそれを成し得たっていうんだったら、はい、僕はね素晴らしいなとその選手は称賛するけど、僕自身嬉しくもなと思いますだって僕は1ミリも速くなってる、確かに自分に還元されてないわけです。だけどこの走り方で全人類が平均タイムが 0.5 秒上がりますよとか1秒上がりますよ、はいはい、お宅のお子さん全員が1秒タイム上がりますよっていう方法が見つかったらそれって素晴らしいことだと思いますか。確かに、うん、そっちの方がワクワクします、ね、そして全体が1秒上がったらきっとトップ選手も上がりますよね、うん、1秒は無理にしても、うん、そう 0.1 秒か 0. 何秒かは絶対下からのこう底上げ的に上がっていきそうです、うん、だから、うん、なんかねそういうことになっていってほしい。でもそういうのこそがあらゆる世界の基礎学問だと思うんですよ。ああはい確かに、それはもう物理の世界でも医学の世界でも数学の世界でも何でもそうですけど、基礎学問ってねやがてね学校教育に降りてくるんですよ、はい、うん、最先端の研究とか学問っていうのは大学のもう大学院とか研究室とか企業がお金出してる研究所とかでやられてるんですけど、そこでエビデンスを積み上げてそれで基礎に降りてきたものって最終的には小学校に降りてくる。歴史ですらそうですよ。今まで分かってなかった真実とかね、はいはい、僕らが子供の頃教わった日本史と今の子供が教わってる日本史ってだいぶ違いますからね、はい、年号すら違うものもいっぱいありますからね、はい、それからかつて教えてたものね、これ間違いだったから教えなくなったみたいなのありますから、だからそうやってだんだんその世の中全体の底上げとか、それの正しさが修正されていくことによって人類って発展していくじゃないですか。皆さんは世界一に貢献する側の人間か、それとも世界の底辺に近い側で、本当に正しいことを知るべきかどうか、はい、どっちの側の人間ですかってことなんですよ。で間違いなく世の中の多くの人はその上積みではなくて、その他大勢の大多数、この僕らが一歩でも高みに上りたいっていう話なんですよね。まさにそっち側ですよね。だからそれこそ何が必要って言ったら基礎になってくるわけだと思いますし、その基礎の要素の中でやっぱりその自分の体を感じるだとか、うん、思ったまま思い通りに操るだとか、そういう方面をやっぱりこう自分の中で高めていくことが何よりその上達で一番大事なのかなってやっぱり思いますし、それが高まった人は YouTube の動画を見たりとか、あとはその、Twitter とかで140文字ぐらいの短い文章の中で、あ、なるほど、こういう風に練習したらいいのかとか、うん、そういうやり方をこうゲットして上手になれる人になれるのかなと思うので、うん、僕、また手前味噌が何個もいたあれなんですけど、手前味噌で割と YouTube とかで動画見ても、あ、なるほど、これはって言って自分の上達に活かせるように少しずつなってるように自分では感じるんですよ。っていうのも多分その基礎のレベルが少し上がったので、そういった YouTube とか限定的な情報の中からでも大事な情報を取捨選択して、それを利用できるみたいなところに少しずつ近づいてるのかなと思うので、そういう人をやっぱり増やしていくことがその日本全体のとか、そういう全体のこう底上げをしていって国全体を豊かにするというか、
そういうところにつながるのかなってやっぱり思ってるんですよね。うん、まあね、あんまりキソキソ言うとね、なんかこれから先つまんない地味な講座が始まるのかな、そういうセミナーを受けないと、しかもある程度1時間とかある程度お金と時間かけないと、年単位の、ね、タイムパフォーマンスを上げられないのかなって、はい、もううんざりしてる人いるかもしれないんですけど、もう一個チャンネルがありまして、実は。はい、さっき才能のある人はあっちへと、才能のない側はこっちって言ってたじゃないですか、はい、で才能のない側に必要なのは基礎の積み上げだけじゃないっていうのが、ここ10年で僕が、はい、新しく積み上げてきた上達の仕組みで、それは何かというと、はいはい、才能がないんだから、はい、才能を作っちゃいましょうって話です。ああ、そうですね。後天的に先天的な持って生まれたものじゃなくて、才能ない人向けに才能自体をどうやって磨くとか積み上げるとか、はい、つまりセンスをアップしていくとかっていうところも実は掘って紹介していきます、はいはい、それによってだんだんその時短がね、こう加速的になっていくと、はい、つまりあっち側、才能のある側に自分がこうだん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 こう順に近づいていくと、はい、だからね、地味な基礎の次元もこれも大事なんですけど、はい、そもそもセンスがない、感覚が鈍いとかっていう人は、うん、じゃあセンス身につけちゃえばいいじゃないかと、はい、感覚身につけちゃえばいい、うん、それはどうしたらいいのかとね、これについてはね、やっぱりその脳神経学をちょっと勉強すると、はい、あ、才能のあるとないとってこういう物理的な人だったのかとか、あ、じゃあ才能がない人でも実はまだ才能をね、こう身につけるとか感覚を磨く余地ってあるんだなってことがわかるわけです。だから僕自身も今も勉強を続けていて、まあ九州のね、熊本の方の脳神経外科医の先生で、浜崎先生っていう、まあ現役の脳神経外科医でありながら、はい、まあ、合気道のね、達人でもあるんですけども、まあ、この先生についてね、脳神経学をだいぶ勉強させていただきつつ、まあ、彼の合気道とか、僕のやってきた太極拳で、なぜこんな不思議なことが起きるのかっていうのを、かなりね、この数年間で解明しつつあるので、はい、なんだ実は才能自体も磨けるではないかというところが最近分かってきて、しかもそれが方法論に徐々に落とし込まれてきたと、はい、それもね、こちらで、お教えすることの、お伝えすることの半分としてね、はい、用意していこうかなと思って楽しみですね。いや本当にだからめちゃくちゃその全ての人に結局対応できるっていう感じのものになっている、ね、この間もね、ここはまあ今日は僕のスタジオで撮影してるんですけど、はい、まあ、僕の太極拳教室に通ってきていただいている、まあ、ある有名な、ちょっと伏せときますけど、ある有名なそのエクササイズというか、はい、トレーニングメニューのスタジオを開業して、はい、まあ、そこのね、マスターインストラクターとして活躍されてる方が、わかりました。自分の専門外の、はい、ゴルフを趣味でちょっと始めて、はい、でその動画をね、はい、スイングたった2回しただけなんですけど、はい、それをねたまたまフェイスブックにアップしてたのを僕見て、はい、あれこの人体を動かす専門家として長年指導してきてマスターインストラクターで、でもゴルフ始めたら、あ、こんななんだっていうのを見て、で即座に僕はその人の癖というか、はい、それは体の癖もね、僕らプロですから見抜けますけど、思考回路の癖、それ大事ですよね。物事を学習するにあたって、はいはい、こういう感覚やこういう気持ち、こういう考えでやってるでしょっていうのが、はい、そのたった2スイングの中で透けて見えるんですよ。はい、で、まあ、ここに来た時にね、はい、ちょっと今日太極拳やんないでその話しましょうかって言って、はい、ちょっとね、90分ぐらい、はい、もうその人 の, その、はい、ゴルフの動画から僕が感じたことを、はい、こうちょっとね、はい、分析して話してみたんですよ、はい、そしたらねものすごくびっくりされて、はい、そうか、だから私は今まで私の生徒さんに教える時と自分の中でできていることの間に常にギャップを感じてて、このギャップはどうしたら埋められるんだろう、どうしたら
もちろんマスターインストラクターですから、ものすごい経験値もあるし、それこそ世のインストラクターを講習する立場の人なんですよ。教え方自体を教える先生の立場の人が、ようやく僕の分析によって、なぜ自分とそれ以外が違うかということを理解して、で、昨日メールが来まして、正式に上達の仕組みを勉強したいんですけれど、私のスタジオに、来ていただいて、私以外のインストラクターも含めて、受講するためには、どんな段取りでいくらぐらいで用意したらいいでしょうかってオファー来たんですよ。すごい、ね。なんとタイムリーな。だから、指導を専門にしてる人ですら、やっぱり気づけないことあるんですよね。ましてやそれ習う側が気づけるかって言ったら、いやまあ気づけないですよ。無理です。この先生、俺の肌に合ってるのか、はい、その空気感だけで選んでも向き不向きって実はそういうところじゃなかったりするんですよね、はい、だからなんかあの先生好きになれないんだけど、はい、ここに通ってると結局結果出るみたいなこともあるでしょ、はい、その役場じゃないですか。もうあの先生にも憧れてむっちゃ好きで、人柄も良くて。人柄も良くって、みんなも通ってるから俺も行ってみたけど、はい、なんか俺だけいつまで経っても目が出ないみたいな、はい、そういうことってありません？そのギャップって何なのかみたいなのも全部ここで明らかになっちゃうわけですよ。はい、いやー、いいですね。やっぱそこは本当に自分もやっぱり指導してて痛いほどよく感じます、それに関して。という形で結構まあ長々と話して、はい、多分1時間超えてると思うんですが、でもまあその今回そのこの上達の仕組みのこのまあなんていうんですかね、イントロというか、うん、こんなことをこうやこれから僕のまあチャンネルだとかその、僕は阿蘇インフィニティファームもしくはインフィニティスイムスクールっていうところで、まあ、水泳の指導に関してはそちらと委託して仕事を一緒にさせてもらってるんですけど、そちらの方でまた新たに上達の仕組みっていうことを、パッケージング化して、遠山先生にいろいろご指導いただいて、一応まあ僕が聞き手みたいな感じでやっていこうかなと思っています。なのでぜひ気になる方は概要欄の方を見ていただけるといいかなと思うんですけど、まあ、一応今回このまとめとしていろいろ無駄な話をした中で、こんな無駄な時間ですか？無駄な話をしたこの無駄なものたちを、まあ、ざっとまとめていこうという感じで最後締めようかなと思うんですけど、まあ、まずその YouTube だとか SNS とかで武術だとかスポーツ上達するのかっていうことに関しては、する人もいればできない人もいると。で多分割合的に僕は2対98ぐらいでしない人の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう？そうですね、まあ、2対98っていうのでもうちょっとあれですかね、ちょっとあれかもしれないけど、はい、上達しなかった側の人の気持ちとしてはそれぐらいです。ああ、僕上達しない人間。今度も絶対2対98だよ。はい、僕しない側の人間。で、ちょっとやっぱり参考になったとか上達したとかっていう人は、はい、まあもうちょっとね、割合的には、はい、高いかもしれないけど、それでもね、はい、結果が出ない人の総数の方が絶対に多いはずなんですよ。はい、だから、コンテンツが、減らないわけですよ。そうですね。もうバン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 出てきます、ね。だってそれで上達するんだったら新しいコンテンツ絶対出てこないです。確かに見なくなりますもん、ね。もう以上おしまいですから。一回でできましたって言ったらもうその動画も見ないし、それに関する動画も見ないってなりますもんね。なんでどんどん出てくるのって言ったら、はい、それだけでは決してたどり着かない領域があるとか、はい、それだけでは絶対にうまくなれない層の人たちがいるっていうことだから、はい、次から次へと出てくるでしょ。そうですね。だからそれを考えただけでも、はい、自分はどっち側に属してるのかなっていうことを判断することの方が、はい、これすごいって見ることよりも大事かな、はい、一歩引いて自分にとって本当に大事なのは何かなっていうのをね、そこをやっぱり疑問に思ってみるってことですかね、はい、やっぱそこが一番かなと。あとはまあやっぱりその無駄っていうものをどういうふうに考えるかっていうその考え方の問題として、なんかそのメインテーマだけで、例えばそのクロールで呼吸がうまくできないって言ったら、クロールの呼吸のためのたった一つのコツみたいな、まあ、僕もそういう動画時々出してるんですけど、まあ、そういうものとか、たったの5秒でできるなんちゃらみたいな、そういうものだけではなくて、ある程度この無駄と思われるような、より広いその範囲を含んだものをまあ意識的に見た方が上達にはいいんじゃないかなっ
っていうふうに思ってます、うんはい、でまあさっきも言ったその、うん、無駄ではなく実は無駄とは思えていたが、はい、実は必要だったっていうものと、はい、無駄との見極めですよね。あそうですね。だから、はい、例えば、ね、そんなスクールに時間かけてお金かけて通ってるのは無駄だから、うん、この動画見るといいよっていうのはそのスクールに通う方が無駄っていう設定じゃないですか、はい、だけどこんな無駄な動画見てる暇があったらさっさと習いに行った方がいいよっていうのもあるわけじゃないですか。十分ありえます。だからどっちが本当の意味で無駄なのかっていうのは、はい、ケースバイケースだし、はい、むしろその無駄か無駄でないかを見極める目を養うことが大事。はい、うん、そこに時間とお金かけた方が、はい、それこそ本当に無駄がなくなると思うんですよね。うん、そうなるとやっぱ結局これを勉強したらどういったものが無駄でどういったものが今の自分に対して必要なのか、そうそうそう、まあ、全部無駄っていうわけではないので、うん、絶対必ず誰かしらにうまくハマるようなものが、世の中出てると思うので、うんはい、誰にも無駄っていうことは多分ないと思うんですけど、そこをうまく見極められるようになれば人生のそのタイパコスパみたいなもの、そういうのが上がってまあ、結果として自分の人生が豊かになるみたいな、うん、そこにつながっていくんじゃないかなとやっぱり思います。そうですね、はい、まあそんなところですかね、うん、そうですね、うんはい、まあこの動画はね無駄にならないといいです。いや無駄にならないといいですね本当にこんな長い動画誰が見てるんだっていう話もあるんです。い怖いのはね実はスイッチが入ってなかったみたいな、はい、ああいや大丈夫です、ちゃんと回ってると思います。あのねボーリングだと時々あるんですよ。あそうなんですか。カメラね3つ回してたら、はい、スイッチ入ってなかったです。それは恐ろしいことです、ね、恐ろしいことが時々あるんですけど。いやでも、まあ、本当に話そうと思えばまだ僕も先生も永遠話してられるぐらいだと思うんですけど、まあ、名残惜しいんですがちょっとこの辺で今回の動画は締めさせていただきたいなと思います。はい、はい、では皆さんこんな長い話に最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではありがとうございました。ありがとうございました。先生もありがとうございました。